間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラス宛ての北見です。本日はフランスのバイオリン弓のご案内です。モリゾー・フレールの弓です。フレールとは兄弟ですから、モリゾー兄弟の制作の弓という意味です。金属部分はニッケルが使用されています。現代ではニッケルを使用した弓は低価格品、低グレードの弓を表すというような意味合いがありますが、この時代においては必ずしもそうではございませんので、ニッケルを使用した弓にも上質のものがたくさんございます。